皆さん、いかがお過ごしでしょうか。レトロゲームヒロです。今回プレイするレトロゲームは、カプコンが発売した強制縦スクロールシューティングゲーム、ガンスモークです。アメリカの西部劇がテーマとなっています。ストーリーはオープニングをご覧ください。てな感じです。保安官ビリーが悪者を退治していきます。早速プレイしていきましょう。ステージ1ボスです。醤油顔の兄ちゃん。キム袋は資金アップ、靴は移動速度アップです。銃は射程アップです。カウは画面上の敵を一掃できます。吹き出しがついたキャラに触れるとアイテムを購入できます。サンダーボルト、馬は敵弾を3発防ぐことができます。手配書です。これがないとボスに会えません。一応購入できますが、若高いです。ヤシチ、青は一定時間無敵になれます。ちなみにヤシチ、赤は1アップです。ステージ1ボスです。弱いですね。
ステージ2ボスです。ロシア人ですかね。勝手な想像です。弾薬は各特殊武器の弾薬を20発補充できます。牛のズポズはスピードダウンなので極力無視します。ステージ2ボスです。ブーメランが少々厄介です。ステージ3ボスです。悪そうなインディアン。
ステージ3ボスです。距離を取りつつダメージを与えます。ステージ4ボスです。お約束の忍者です。ここから敵のうじゃうじゃ感が増していきます。
ステージ4ボスです。イケメンでしたが、大して強くないです。ステージ5ボスです。またロシア人ですかね。またまた勝手な想像です。ステージ5ボスです。ムナイタありますね。爆弾に注意しながら敵をかわしつつダメージを与えます。
ステージ6ボスです。ラスボスです。
ステージ6ボスです。軽快に動きながら攻撃してきます。タコだったみたいです。ボスより敵がうざいです。エンディングです。ちなみにエンディングは3パターンあります。動画の最後に貼っておきます。エンディング、1周目クリア時。エンディング、2周目クリア時。エンディング、3周目クリア時。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。